かなり登ってきました。この辺から鼓動がいくつにも分岐してます。で、上から下の道にずっと下ってきます。これが真ん中の道、分かりにくいですね。そんなに広くはないですね。ただびっくりしたのはこの横下ですね。ここに非常に広い平坦な道があります。もうちょっと見てみますが、何でしょう。